三駅マクベスからああ父の手はでした。次はオペラものではありませんで、教会アリアを一曲。17世紀後半のイタリアの作曲家で歌手でもありバイオリン奏者でもあったという多芸な人、ストラデルラの主よ憐れみたまえです。憐れみたまえでした。曲目は再びオペラのアリアになります。
25年前61歳で亡くなりましたイタリアの作曲家で、プッチニの後を継ぐ人と言われまして、デルモナコさんの母校ペザロ音楽院の院長さんでもありました。ザンドナイという人の書きましたオペラロメオとジュリエットから愛しいジュリエットです。続いてデルモナコさんが8年前のイタリアオペラ団公演で素晴らしい名演を聞かせてくれて、
その隅々まで私たちに強く印象が残っております。ジョルダーノの歌劇アンドレア・シェニエから私は兵士だったを聞いていただきましょう。この辺で一息入れまして、オーケストラだけの演奏を一曲挟むことにいたします。2本立てで上演されますレオン・カバルロの歌劇道化師から有名なプロローグ前工場です。これは本来はバリトン歌手によってテノール歌手のリサイタルに取り上げられることも珍しくありません。
大変な拍手に応えまして、アンコールはベルモナコさんのお箱でありました、ヴェルディの歓喜オテロから、オテロの詩です。Thank you.